あらら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 ら。ダメ詰まりだね。これよくあるよね。で、こっち打った方がクロロのダメ詰まり。ほら、2個ダメが空いてるでしょ。で、切って、こういうふうに受けて、で、こう詰めていってもだね。こういうふうにやれば、白入れないから大丈夫だった。うん、大丈夫だった。白は、ここでこうやんなきゃいけなかった。これだったら、こう、ダメ詰まりで、白が取られる。あ、黒が取られる。これは、こういうふうに打てば、まだ大丈夫だった。ダメ詰まりってね、怖いんだよ。あのね、だから、どっかこの辺受けてたら形勢はどうだったかな。ちょっとすぐは数えられないけど、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、まああれか、計算してみるのが早いか、これでな。これで計算ボタンを押してみよう。白5目半勝ちだね。白5目半勝ち。だから白はちょっと良かったのかな。ああ、受けてても白がちょっと良かった。それでだね、黒からね、ここへ切るとどうなるか。これ次に両当たりあるから守るよね。で、当たり打って、で、当たり打って、ここへ切るとどうなるか。これ、こっち守ると、ここへつけて、こうやると、こういうふうに、あ、これでこうやれば別に大丈夫か。これ、攻め合い、こういうふうなのは効いて、こういうふうにやられると、まあ、攻め合いになったりとかだね。あとは、そうだね。いろいろとダメ詰まりって怖いんだよ。この形でもちょっと、大丈夫かな。この辺とかもね、あるってダメ詰まり。そうか、最後にね、これをちょっとやってみたら手になっちゃったんだ。ここでこうやればよかったけど、でも白が5目勝ちか、これでもね。でも悲劇だね。これは本当よくあるパターンだから、ダメが詰まってきたら気をつけるってことだね。手入れが必要かどうかをね。ごそっと取られちゃった。